武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は北里大学の医学部医学科の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、時間が2科目で100分という形式となっており、全部マーク式ですね、マークシート方式となっています。で、まあ、特徴として、まあ、分野などの偏りはあまりないんですが、設問数が時間に対して多めです。で、まあ、おそらく50分内に完答するのは結構、まあ、きついかなという形になってますので、問題を解く順番だったりとか取捨選択っていう部分が、まあ、戦略の上で大事になってくるかなと。例えば知識問題なんかはもう思いつかなかった瞬間すぐに一旦諦めて、その他の解けそうな問題に走ったりとか、計算問題なんかの場合、その解けそうだけど時間がかかりそうだなみたいな問題は後回しにしたりみたいな形で、トータルで一番なんていうか解いて正解できてる数が多いような、解き方をするっていう意識が必要になるかと思います。まあ、無理にそのなんていうか左から右に上から下に全部解いていくっていう形じゃなくて、解けそうかつ極力早く終わりそうなものっていうのを判断つける能力をですね、しっかり鍛えておきましょう。で、まあ、そのためにも知識、なり計算の強化っていうのは、しっかり完成度を高めるっていう方とスピードを上げるっていう側面ですね、徹底的に繰り返してもすぐに式を作ったり、できるように意識しておきましょう。レベル的にはマーチレベルしっかり仕上がっていれば十分対応できると思いますので、そちらのやり込みを、やって、まあ、難しい問題をやるよりも完成度を上げるという意識を持って学習するように心がけてください。以上が科学の勉強となります。